どうも皆さん、電波大丈夫かな。あ、お久しぶりでございます。それではお待ちかねのインスタライブの始まりでございますが、どうもありがとうございます。先月はですね、諸事情により収録という形になりましたので、今回は生でのこのインスタライブというのは、まあ、約2ヶ月ぶりでございます。よいしょ、お願いします。帰ってまいりました、このノリが。どうも皆さん、劇団美山総座長を務めております里見隆と申します。どうぞよろしくお願いします。里見、よいしょ。ありがとうございます。まあ、かれこれもう、何回かこのインスタライブというものをやらせていただいておりますけども、やはりやっぱりこうまだ慣れないと言いますか、まあ、でも慣れてこないといけないんでございますけども、もう毎月お約束通りですね、必ず月に1回は皆様方のもとへこのインスタライブをお届けするという形で、今月も、毎年恒例となっております。11月新海地劇場での公演、一生懸命頑張ってやっております。まずはこの11月の新海地劇場での公演につきまして、皆様方にいろいろと、ここ数年にわたりましていろいろとお騒がせをいたしましたこと、そればかりではございます。お客様もちろんでございますけども、この劇場社長様はじめ関係者の皆様方にも多大なるご迷惑をかけながら、今回は満身創痍の思いでやってまいりまして、この1ヶ月間を無事に楽しく過ごしていくぞという心持ちのもと、今のところ何事もなく無事にお払いも済ませましてやってまいりました。劇団美山新海地劇場での公演、毎日各もたくさんご来場いただきました皆様方には心より感謝申し上げます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。もう毎年恒例のようにお世話になっておりますこの新海地劇場での公演でございますので、ここに来ますともう年が1年が終わるなと、寒さもだんだんと厳しくなってまいりましたが、皆様方いかがお過ごしでございましょうか。我々も元気に朝目が覚めるときにはちょっと寒さで足がつる今日この頃ではございますが、みんな元気に体調管理に気をつけながら頑張ってお届けをいたしております。それではですね、皆様方に、本日のインスタライブのメンバーをご紹介させていただきます。誰よ彼よというよりも2ヶ月ぶりのインスタライブでございますから、はい、うちの看板カモーンヌ、はい、よいしょ、失礼します。どうも今日は我々5人でお届けしたいと思います。お願いします。お願いします。それでは簡単ではございますが、まずはご紹介、自己紹介の方させていただきます。はい、それでは一番手、はい、花形、はい、ご挨拶を。ありがとうございます、はい、劇団美山の花形を務めております里見花太郎と申します。はい、しょ、ありがとうございます、よろしくお願いします。そんだけ簡単でいいよ、いいよいいよ、いいよ、やっぱり時間があるからね。はい、そう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 。そして続きまして、劇団美山の後見を務めております里見祐樹と言いたいところでございますが、決してこの姿をしていても具合が悪いわけではございません。これにはちょっと諸事情がありまして、ご覧いただいたお客様方お分かりだと思います。もう何日前になりますか。3日前。あ、喋ってしまいました、ね。3日前、座長後見祭りお届けいたしました。はい、ね、後見主役で、はい、ほぼほぼ主役みたいなもんです。お父ちゃんの役で、はい、一生懸命頑張って、頑張りすぎたもんで、なんと調子を飛ばしてしまったということでですね、まあ、決して体の体調が悪いとかいうわけではございませんので、はい、お間違いのないように、声だけが出ませんので、ただご覧いただいたお客様方にはお分かりいただけると思います。出ないながらも一生懸命頑張ってやっておりますので応援してやってください。代わりに私が紹介させていただきます。はい、後見祐樹です。よいしょ、よいしょ。じゃあ副座長、今日はご挨拶はなしでこっちに来たいから、いや、やらして、やらして、やらして、今日はやらしてくださいよ。やりたい、お願いします。じゃあ、やって、お疲れ様です、はい、お疲れ様です、勤めております里見京馬です。はい、どっこい、これからも一生懸命頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。心のない挨拶ありがとうございます。皆さん元気ですか。よし、では、はい、座長、はい、ね、こんな変なやつの後ですから、はい、ちゃんと言ってください。ありがとうございます、はい、皆さん、こんばんはでございますかね。どうもお疲れ様でございます、はい、劇団美山の座長を務めております里見浩太と申します。まだまだこの新海地劇場まだまだ日にちもありますので、ぜひ見に来てください、はい、よろしくお願いします。みんななんかいろいろと今日は持ってますからね、はい、コメントとかないですか。コメント、はい、ゆうちゃん大丈夫、ゆうちゃん頑張れ生きてます今日もって今日もさんかっこいい、今日もさんっていう人と今日もっていう人あ、そうね、ありがとうございます、はい、浩太くんかっこいい、ありがとうございます、はい、見る
会みたいになっちゃうから、はい、そうですね、これもうずっと 見続けてしまいますから、ちょっとこうあの見たらいい感じなこと、私物ですか、え、あ、違う違う違う、あ、みんなが持ってるしスマホ、残念ながら私物ではございません、僕のじゃないです、そういうプライベートは見せないようにしておりますんで、お間違いのないに、ごめんなさい、思ったでしょう、これ自分たちのスマホだって、そんなものは見せませんので、どうぞよろしくお願いします、隠すところは隠さないといけませんので、はい、よろしくお願いします、違います、はい、ではですね、はい、今回、このインスタライブ、はい、お届けをいたします、いいですか、はい、最近の気になってる、気になってること、これが今回のテーマです、お、ね、気になってることをそれぞれなんかこう発表していただいて、で、貢献は今もう物が言えませんから、ね、今日はあのおしゃべり禁止となっておりますので、形で表現してください、じゃあ花形君、はい、はい、今最近気になってることありますか、気になってること、はい、それはどういう、もう何でもいい、何でもいいんですよ、もう自分自身がこうなんかこういうのが気になるな、こういうことをやりたいな、やりたい、そういうことだと思う、あ、やりたいことならあるかもしれない、だってこれはこれあのインスタをこう見てくださってる皆さんの中で一番この多いあの質問をあのこうやってこう抜粋してやるわけですから、だからこう自分自身がもう何でもいいんですよ、プライベートなことでも舞台のことでも気になってることは何ですかっていう、なるほど、はい、これちょっと総座長に質問なんですけれども、え、はい、気になってることです、僕の、はい、毎月毎月お祭り事がございまして、はい、これはいつまで続くんでしょうか、あ、なるほどね、はい、あ、それが素晴らしい、あなたの素朴な、そうです、僕に対する疑問、そうです、毎月毎月ございまして、カップル祭り、個人祭り、その割には俺ちゃんとあの工場の時に皆さんに伝えてると思うんですけど、はい、あなたたちが役者として目を閉じるまでずっと祭りですなるほど、じゃあもう今閉じていいですか、じゃあやっぱ彼のことはほっときます変な質問しないように、もうこの男は変なことしか言いませんので、笑ってほしいよ、笑い声が今ナイス質問って、あ、ナイス質問、ナイス、あ、ナイス質問ね、いやですから、いやこれはね、そもそも、まあ、このいわばですよ、工場でもお伝えしております通りに、まあ、目をつぶるまでといえば大げさな話ですけども、まあ、今年正月からね、ちょうど去年の11月この神戸新開地劇場での千秋楽の日にこうやって看板を渡しますよと発表いたしました、はい、なんで祭りをしているか、これはね、まあ、ただただ、ただやってるというだけではないんです、せっかくそれぞれがこう看板を背負ったわけですから、じゃあその看板を背負っている人間の、じゃあただ看板背負ったやつだけがこうみんなでこうごうごしてるだけが劇団ではないと、はい、看板を背負うということはその名の通りですから、その一日をどうやって自分の色に染められるか、それがやっぱこう成長という過程にこうつながっていくわけですから、はい、だから役者として目をつぶるまで一生祭りですよ、わかりました納得できました、はい、で毎月ネタを考えておきます、そりゃそうです、はい、そりゃそうです、だからまあね、全部が全部新しいことをするっていうのはなかなか難しいですから、はい、だからその中で一つでもいいです、舞踊書、お芝居、まあそりゃね、感激いただいてるお客様からすればそりゃ理想は毎回やるたんびにお芝居も新作、はい、舞踊書も新作、かつらも新作、かつらも着物も新作、さ、僕たちもやりたい気持ちはあります、はい、でも、うん、やっぱりそこには逃れられない、あ、まあ、ちょっとやらしい話です、ここはちょっとピー入れてください、うん、あ、まあ、生なんでピーが入らないかもしれません、やっぱり時間とこちらの方がやっぱちょっと限界がありますから、はい、そこをどうやって、はい、みんながこれを乗り越えていくか、はい、工夫です、工夫です、だから今まであったことをじゃあそのままやるわけではなく、じゃあこれを自分の色に染めたらどうなるか、そういうことにするわけです、はい、よろしいですか、わかりました、はい、頑張ります、よろしくお願いします、お願いします、じゃあ、続いて貢献勇気君、気になっていることを形で例えてください、あとで聞いておきます、じゃあ次副座長、今日は最近の気になってること発表してください、はい、最近気になってることは何やろうな、アホがバレますよ、プロ野球のクライマックスシリーズですかね、気になってる、はい、ヤクルトとどっち、オリックスがどっちが勝つかっていう舞台以上に今気になってるかもしれないです、ね、なるほど、舞台以上に、はい、今ちょっとクライマックス、クライマックスも気になってる、どっちが勝つかっていう、どう、なるほどですね、副座長の予想は、オリックス、
オリックス。オリックス勝つ。なるほど。以上で。なるほどですね。まあ、僕もこの質問を彼に伝えるときに、多分こういう中身のない話になるんじゃない。いや、もしこれで彼が中身のあるようなことを言ってくれたら、あ、成長したなと僕も思ってたかもしれませんが、残念ながら彼は成長がないということで。では続きましてですね、はい、座長、コータ、最近気になってることありますね。はい、ありました、はい、伝えてください。今何かないかと一生懸命考えましたけど、はい、みんなそれぞれ新しいお芝居を今年いっぱい多分作ったと思います、はいはい、いろいろ今年に入りまして、うん、いろんなもの、うん、もちろん良かったもの、そして、はい、自分自身が作ったものでもそうでもなかったものもいろいろあったと思います、はい、どれが一番良かったのかなと。めちゃめちゃいい質問かもしれないです。なるほど、お芝居をいっぱい作ったので、じゃあ、気になってることを投げかけるってことですね。そうですね、お客様に、うん、お客様に投げかけて、うん、いいんじゃない、別に僕のもだけではなくて、うん、みんなそれぞれが新しいのを作ったので、うん、一番と言ったらいけないと思いますけど、うん、どれが心に残ったもの、うん、どんなものがお客様からしたら嬉しかった、うん、楽しかった、うん、心に残ったものは逆に何なのかなと聞いてみたいですね。なるほど、なるほどですね、はい、じゃあ一番いい答え俺に取っといてくれ、そういうのは。すいません、ごめんなさい。じゃあもう僕もじゃあ最近気になってること、はい、すごく気になってることが、まあまあ先月起きたことなんですけど、だからまあ最近じゃないかなと思うんですけど、まあ、本当に一つだけ気になっていることはですね、本当素朴な質問です。カズマが、うちの照明のカズマがですね、あの大好きや、俺のこいつを、なんていうんですかね、僕にあのカフェラテを買ってきてくれたんですよ、はい、あ、確かにローソンのカフェラテだったと思うんですけど、はい、あの時にカフェラテ買ってきましたって言ってるのに、まあ、何のミスか知らないんですけど、中がミルクしか入ってなかったんですね、うん、だからその答えをまた後で彼に聞きたい、まあ、これが僕の最近気になってることかなと。待って、総座長、はい、あの副座長さんのこと言えないかもしれない副座長さんのこと言えないぐらい、あんたがいいこと全部言ってしまうから。そうですよ、いやだからもう素朴に僕は ね、気になってることを気持ちで伝えたわけです。だってカフェラテどうぞって ありがとうって飲んだのにミルクしか入ってなかった。カズマ、お前ミルクお前飲みたかったんじゃないか。めちゃくちゃ気になるでしょ。そうですね、ミルクしかないんだから。ほんで、そうそう、ね、あ、俺がおかしいのかなとで、買ってきてくれたカズマにこれ一回ちょっと飲んでみてって、彼は僕のためにカフェラテを買ってくれたわけですから、うんうん、そんなはずはないですよと、うん、そんなはずはないって一口飲んだ時に、あ、これはミルクですねとなんでですかねと僕が聞いたのに対して、彼はもう一回僕に聞いてきた、まあ、これが最近気になっていることですか、まあ、これはもう本当に、まあ、残念ながらお客様方に質問というわけではないんで、このインスタライブが終わってから彼に一回確かめたいとそう思っております。で、それがまあ我々の最近気になっていることでございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。まあ、お前出んなよこんなところででは、その次、じゃあ最近新調した、まあ、新しく作ったということですね、衣装、かつら、道具など、そんなものはありますか。じゃあまた一人一人、はい、言いたいと思います、はい、じゃあ次はまた花形から、はい、はい、じゃあ9月にですね、僕はお誕生日がございまして、はい、いろいろと作らさせていただきまして、はい、また、いろいろいただきまして、はい、実はですね、今日着ているこれもですね、このグレーの、この着物もですね、あの副座長さんがですね、あのお誕生日に作ってくれまして、うん、副座長さんも同じやつを持っていて、それのお揃いを作っていただきまして、なるほど、お気に入りで着させていただいております。これ最近新調したやつね。そうです、副座長からいただいたと、はい、なるほどですね、うん、じゃあ次、貢献、形で例えてください。そういうことだそうでございます後で内容は僕が聞いておきますんでよろしくお願いいたします、はい、それでは続いて副座長、今日は最近何か新調したものありますか。最近、はい、今年はもう誕生日も終わって、結構誕生日で作ったんですけど、また来年のために、1月からなにわクラブが始まりますんで、うん、ね、もう祭りのたんびに、またこいつ一緒のやつ着てるわとか、僕衣装には一番ちょっとうるさい人なんで、来年祭り、いや、そうなんですよ、あのこだわりがちょっと強い方なんで、あの舞踊ショーとかあれなんですけど、来年1月のお祭りの衣装のやつをめちゃくちゃ作っちゃいました。おお、素晴らしい。マジですか。多分もう
本当にやばいぐらい作ったと思うんですよ、うん、だから後の支払いが怖いんですけど、まあ本当に1月からのお祭りの、ね、自分のお祭りがあればもう全部新しいやつでいけるんじゃないかなっていうぐらい、作っておりますので、ぜひともですね、来年から応援よろしくお願いします。よありがとうございます。じゃあこれで新しいものをじゃあ1月にそれをお披露目する、全部もう全部出すということなんですね、はい、毎日新しいもの。いや違うよ、祭りだけ、祭りだけ、普段は一緒、普段は中古品でお届けしたいと思います。じゃあ次、座長はい、はい、挨拶してく、挨拶ありがとうございます、最近新調した衣装やカツラ、はい、道具なんかありますか。はい、ありがとうございます、はい、今ね、副座長も言ってくれた通りでございますけども、うん、毎月毎月ではありませんけれども、うん、固めて買うとですね、どうしても本当に高くなってしまいますので、うん、少しずつ少しずつ着物1枚だったり、うん、少しずつ毎月のように、買っていってはいるので、はい、なので逆に毎月見ていただければ嬉しいですね。あ、なるほど、こういう、あ、これ新しいじゃん、これ、あ、今月また着てないねとか、はい、またあるねというのが多分多々出てくると思いますので、うん、着物、かつら、いろいろと今も作っておりますので、はい、それを楽しみに見ていただければ嬉しく思います。そうですね、お願いします。やっぱ最近、まあ、じゃあ次僕が新調したものといえばですね、はい、もう本当に今朝です。今朝、はい、僕はもうなくてはならないもの、コンビニでグロスを買ってまいりましたです、ね、やっぱこうグロス、やっぱプルプル唇というのが一番大切です。やっぱ常にどれだけ唇がプルプルであるかということをですね、念頭に置いて、だから私待って一番金持ってる人とか言うな、待って、はい、それだってみんないろいろ言ってるでしょ、そりゃそうですね、だって、なくなってきますね、それだってカツラとか衣装とか当たり前ですよね、そりゃ当たり前のことです、そりゃそうですね、やっぱ僕が少なくなったら終わりですよね、本当に終わりじゃないですか、どういうこと、まあ、彼が、どういうふうにこう今どういう思いでそういうことを言っているのか、それははた真実なのか、インスタライブの彼は言っていることが真実なのか、これを確かめるのもいいんじゃないか。見てくださいよ、僕たちの衣装、ほら、いや何回も見たことありますが、初めてでしょ。なるほどですね、あ、いや結構見たことありますね。いやいや、暖かいです、はい、そうですね、でも大体彼のは白い着物が大体2日後ぐらいには茶色くなっております。ちょっと汚くなっております。それではですね、恒例の、抽選会に行きたいとそう思います。待ってました。今回はですね、前回は座長から、はい、何だったかな、チケットケース、そうです、うん、プレゼントいたしました。はい、最近、まあ、結構僕が劇団と走りのはずなんですけど、このロゴ入りの旅とか、作り出したところ、うちのメンツもみんなそれぞれが作るようになってまいりまして、お客様からも結構言われるんです。お、あれは何なの、お、じゃあこれがいいんじゃないかと、そう思いましてですね、いいですか、せっかくですから私のロゴ入りのこちらの旅、お、新品ですよ、ちゃんと新品ですよ。これあの決して履いてませんよ。履いたやつをこう洗濯して切り、履いてませんよってことですね。そうす、履いてません。なるほど。まあ、履いてる？履いてますよ。あ、なるほど。彼は大体履いてません。そういう形でですね、こちら、まっさらです。決して足に突っ込んではおりません。はい、今のこういう時期ですから。だからこちらのこの赤い旅、このロゴは、これはですね、劇団のロゴというよりも、これ僕のロゴなんです。これあの僕牛年ですから、はい、まあ、牛をこうちょっとこうモチーフにいたしまして、うん、お届けをいたしました。暴れ牛のつもりなんですが、うちの母からあんたはこって牛だと言われておりますけども、はい、こちらのこの牛マークのついたこちら刺繍で入っておりますから、決して洗ってこう取れたりとかしませんので、そんな安物ではございませんから、こちらを記念にですね、はい、こちらの赤旅にうちのメンツ5人、この5人のサインを入れまして、お渡しいたします。すごい、履いてもよろしい、飾ってもよろしい、ただこれやっぱ舞台用ですから、舞台で履くのはいいと思いますけども、普段これを履いているとちょっと変な方かなと思われるかもしれませんが、それはもう自己判断でしていただければ、きっちりこちらに、まあ、一応ですね、まあ、あんまりこの表の方は汚さない方がいいかなと思いますので、この表には私のサインをさせていただきます。この裏の方にですね、片方に2人ずつ、サインをさせていただきますので、はい、どちらか片方をなくしてしまえばもうどうしようもなくなってしまうと、2つ揃ってこその旅ですから、こちらをプレゼントさせていただきます、はい、
よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ今日は私が、プレゼントさせていただきますので、はい、こちらの、いいですか。はい、こちらのこの番号札をね、はい、今日は喋れませんからこちらを後継に持っていただいて、はい、1番台から100番台までね、はい、これ引いてください、はい、100番台を花形、わかりました、10番台を副座長、はい、1桁台を座長、はい、広げていっていただきまして、はい、こちらをこちらに貼っていってください、はい、よろしくお願いいたします。それではまず100番台のお客様から、はい、いきます。ダカ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 、じゃん、はい、出ました、はい、出ました、1です。はい、ということは 100番台ですね、はい、100番台のお客様方に、はい、では続きまして副座長、はい、じゃか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 じゃん、これどっちだ、9、本当に、はい、6、やっぱりバカでした、すいません、ちょっと頭おかしかったです。6、はい、じゃ160番台ですね。もうこれで限られてしまいますから。160？ はい。だけでん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 。じゃじゃん。じゃじゃん。一。はい。161番。おめでとうございます。会員番号161番のお客様に、こちらプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。161です、はい、いいですか皆さん、161ですよ。ありがとうございます。自分の番号と、お確かめの上、ぜひともこちらが届きますので、すいません、こちらの封を開けないとサインはできませんので、その時に封を開けさせていただきますけど、はい、ちゃんと我々手も消毒をいたしまして、はい、そこのところ感染対策はバッチリにしてお送りさせていただきますので、はい、ご心配なくどうぞよろしくお願い申し上げま す。さて、はい、抽選も終わりました、ね、はい、終わりました。この11月の後半、はい、ね、こちらの後半戦に、差し掛かってまいります、はい、16日がロングラン公演で、はい、1日17日は休演日をいただきます、はい、その日は我々も、心も体もリフレッシュいたしまして、18日からまた初心に帰り、また初日に帰ったつもりで後半戦頑張ります。頑張ろうよ。頑張ります。いいですね、はい、今回は笑顔で始まり笑顔で閉じる、そんな新海地劇場の公演にしたいと思います。その笑顔のためにも一人でも多くのお客様方に来ていただきたいと、そう思っておりますので、お願いします。では、後半ですね、はい、まずまたカップル祭りがそれぞれがあります、はい、ね、まず19日、副座長貢献のお祭り、はい、今日は貢献が喋れませんから、はい、あなたが責任を持って、分かりました、まず、19日で後ろで、心褒めて手を振ってください。ありがとうございます。19日はですね、この新海地劇場で初めて、させてもらうイベントの一つとなっておりまして、私と後ろのここにいる貢献の2人祭りとなっておりまして、よっしゃ、お芝居もですね、舞踊ショーも、僕たちならではの、舞踊ショーお芝居用意しておりますので、お時間ありましたら、僕のことが嫌いな人でも、また、貢献のことを応援したいという人も、ぜひともですね、お時間ありましたら新海地劇場、見に来ていただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございました。ちゃんと挨拶ができたことに安心いたしました。よろしくお願いします。そして22日、はい、はい、こちら、座長と花形の本田二人祭りですから、よろしくお願いします。はい、お二人はお二人で宣伝してください。ありがとうございます。ありがとうございます。なら22日でございますね、はい、最後でございます。僕は、花形と一緒にお祭りをさせていただきます。お芝居も僕が誕生日にさせていただきました、はい、お芝居の一本でもございます。花形が付き合ってくれるそうでございまして、山名屋裏里というお芝居でございます、はい、なるほど。立ち役、はい、そして女形で一生懸命頑張りたいと思います。そして舞踊ショーはどんなことをしますか。はい、舞踊ショーはですね、はい、2人で古典物が大好きでございますので、古典物もございまして、はい、ラストショーの方ではですね、2人で連獅子の方も、やりますので、中では、手獅子の方もございますし、2人ならではの舞踊ショーとなっております、はい、その日一日は座長の力を借りまして、一生懸命頑張りますので、22日でございます、うん、コーター花太郎のわけなし兄弟祭り、ぜひともご来場のほどよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その連獅子が、誠連獅子に見えるか、はい、それとも小さなアマビエに見えるか、はい、どちらにしても無病息災を、はい、願いまして、願いまして、首が
たとえへし折れても踏み続けてください。はい、もちろんです。そして、はい、24日にですね、今月のお祭りの締めくくりといたしまして、はい、第2弾の三人祭りをさせていただきます。ありがとうございます。こちらまだ詳細不明となっております。いろいろとこの間に、大変その場のノリといいますか発表してしまったばっかりに、うん、やらねばならぬこともありますが、いくらインスタライブでも何でもかんでも言えばいいというものではございません。やはり来ていただかないといけませんね。そうですね、確かに。ぜひ、三人祭りはもうここまでにさせていただきますので、お来てお楽しみいただきますよ。しゃ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは、長々と失礼をいたしまして、来月は久方ぶりに四国健康村での公演でございます。なんと今回四国県ではですね、このここにおります、お花形花太郎くんの、地元でございます。そうです、劇団美山に入って初の地元凱旋ですから、はい、まあ、だからこのコロナというこのデリケートな問題の中でですね、この四国健康村での講演の内容が、まあ、あの私たちもちょっと行ってみないとですね、わからない部分も多々まだあるんでございますけども、今までのちょっとこう感激のあり方とは違った形で感激スタイルになっていることだと思います。まあ、ですからご感激いただくお客様方にもですね、いろいろとまたご迷惑、おかけすることがあるかもしれませんけども、まあ、とにかく今は、どこの土地どこの劇場センターに行きましても、ただ前を向いて一生懸命この舞台を務めるだけでございますので、皆様方もくれぐれもお体に気をつけていただきまして、寒さには気をつけてですね、きっちりと暖を取っていただいて、温かいものを食べて、健康に、そして劇団美山の舞台を見て免疫力をアップしていただければ、もう何よりでございますから、ぜひぜひご来場ください。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。スクショタイムが何、スクショタイム、こう、あ、じっとしたいってこと、じっとして、なるほどね。ではあ、じゃあもうせっかくですから、はい、ね、じゃあスクショタイム、はい、あ、だったらどんなポーズがいいですか、どんなポーズがいいですか、どんなポーズがいいですか、はい、スクショタイム、どんながいいですか、応援します、頑張ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、私たちをマジ大好きすぎる、あ、はい、ありがとうございます。私も持ち上げました、はい、サラちゃん、はい、はい、じゃあ、全然スクショの形が決まりませんので、はい、おのおの好きなポーズでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。では、今から10秒間そのまんまじっとしておきますよ。はい、いいですね、はい。みんなカメラに向かって渾身の笑顔ですよ。一人ずつ。一人ずつ。あ、一人ずつ。はい。じゃあ10秒間。はい。はい、どうぞ。やらしいね、本当。やと。やら、動くな言ってんのに。やらしいね、あんた。やらしいね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ貢献入ってください。はい、キュンって目しか見えません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ副座長、はい、行ってください。皆さん撮ってくださいよ、たっぷり撮ってくださいよ。ありがとうございます。変な加工はしないでくださいね。OK ですか。足が、はい、足がしびれてるとかじゃないんです。はい、はい、はい、どうぞ座長行ってください。靴下、はい、はい、出てかな。OK、 ありがとうございます。はい、では、はい、スケベに行きます。うわ、うわ、座長、うわ、エロ、やばいですよ、やばいですよ。はい、こんな感じでいきたいと思います。はい、それでは全員集合で、はい、いいですか。はい、みんな前に向かってグーでいきましょう。はい。はい、どうもありがとうございました。では、新海地劇場公演も、はい、そろそろ折り返し地点でございます。はい、ね、休演日を挟みまして、また後半戦、カップル祭り、三人祭りなどなど盛りだくさんでお待ち申しておりますんで、ぜひ皆さん来てください。本日はここまで。はい、さようなら。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。バイバイ。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございます。